会社名は大分デバイステクノロジー株式会社といいます。創業は1970年7月の創業となります。社員数としては147名、うちパートが9名となっています。我々が製造している製品はですね、例で言うと冷蔵庫、洗濯機、テレビ、それからスマホ、車、ありとあらゆるものに使われている半導体という製品を製造しております。強みとしてはですね、365日24時間稼働できる体制をとっておりますので、お客様の納期についてだとか、デリバリーだとか、急ぎのものだとか、そういったものについても対応できるというところになります。雇用につきましては、男女問わず、雇用の方を進めております。中にはですね、障害者枠ということで、ちょっと一部不自由なところもあるメンバーも我が社の稼働に貢献してもらっているという状況です。半導体の量産以外にもですね、特にパワー半導体に絞ってですね、設計開発から試作といった業務も行っております。弊社の方は特に半導体の組み立てる技術ですね、そこに特化しておりまして、その技術を応用してですね、次世代パワー半導体と呼ばれております高性能な半導体を乗せても動作できるようなパッケージを開発したという実績があります。現在の取引先の状況なんですけども、300から350社のですね、お客さんの方とお取引の方をさせていただいています。弊社の方ではですね、まずはやってみるといったところが大きな特徴になっています。会社の考え方としてですね、社員が主役というところもありますので、会社としてもですね、いろんなことにチャレンジさせてくれる、そういったこともありまして、会社全体の中ではですね、まずはやってみるといったところが大きく浸透していると思っています。いろんなお客さんの方から受けた案件の方を、その依頼書というのがあるので、それを見ながら、ものに組み上げていくという仕事をしています。女性というところもありますので、男性の方で気づかないようなそういったところに関しての発言をしたりとかであったり、女性社員の方も話しやすいと思いますので、いろんな情報をいただいたりとか、会話してコミュニケーションを取るようにしています。結婚して子供ができたりというところがあったとしても、産休、また、各種、家庭行事である PTA とか、そういった時には有給を取得して、それに参加できるというようなところがありますので、結婚したとしても働きやすく長く働ける会社かなとは思います。これからの展望としては、これから需要が見込まれるパワー半導体に関する事業に力を入れていく方針としています。昨年工場を新設しておりまして、大分発下町ロケットをキャッチコピーに、我々の技術で製造した製品を世界に発信していきたいと考えております。今回ご紹介した企業のほかに、もっと大分市の産業を支えるものづくり企業を知りたいという方は、ウェブ版の大分ものづくり企業ガイドブックを検索。